なんかおじさんとこ行っちゃった。ヨーダー、なんかめっちゃ来た。あれを見てみろ。これもね、あ、ちぎり、あ、すごい。いけた、いけた。え、やば。すごい、すごい。皆さん、こんにちは。ということで、今日はですね、あるところに行くんですけど、ちょっと化粧していくつもりやったのに、もうコンタクトが入らんすぎて、もうめちゃくちゃストレスなんです。もう本当に先入れたんですけど、もうめっちゃ痛くて、今日はもう今年のこの秋一番楽しみにしていたことをしに行くので、その様子をね、撮っていこうと思います。で、行く場所は親戚のお家なんですけども、親戚のお家なんですけども、そこであることをするので、それをちょっと Vlog っぽく撮っていこうかなと思います。なので、とりあえず車で家族で向かうので、着いたところからカメラを回したいと思います。今なんか晴れてるし、目赤いし、心配なる顔やけど、まあ着いた頃にはおそらく大丈夫でしょうということで、向かっていこうと思います。なんかおじさんとこ行っちゃった。ヨーダー、なんかめっちゃ来た。ヨーダおいで、こっち。わーしょー。ということで、見ての通り今田舎に来ておるんですけども、今日は親戚のお家でお芋を掘ろうと思います。もうすぐ冬が来て秋が終わるので、秋が終わる前にお芋を掘ろうと。親戚のおっちゃんが畑で芋を育ててると。で、去年も掘りに来たんですけども、今年も掘りにおいでって言ってもらえたから掘りに来たんで、今日はお芋掘りをしておっちゃんと過ごす Vlog になります。めちゃくちゃいい中で、ようちゃんも今日は連れてきたので、ようちゃんも一緒にお芋掘りをしようと思います。ということで、お芋の果てまで。はい、ヨーちゃんも一緒に掘りますよ。あれを見てみろ。そこに桜が目にしたものとは。超低くしてね。超低くしてんじゃん、ヨーちゃん。硬いからね、土が。うわ、すげえ、もう出てきて持ってる。すげえ。もし綺麗に掘るんやったら、早速掘っていきます。うちはこれ綺麗に掘れるんだけど、もう自分で掘るんやったら、あの、あれがあるから、コテがあるから、あの、やばいね。もうでっか、何兄弟みたいな。なんかスコップ的なやついるかもね。いらんかね。やばいじゃん、やばい。ヨーダがドロドロになってもった。ヨーダ、あ、お芋の皮むけてもった。早く掘ってさ、見せたいのに全然出てこやんって。ヨーダ、おい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 、ヨーダ掘ってくれ、ここ。近い近い近い。もう待てな、ちょっと待てな、タブラちょっとどいてな。手で掘れるのちょっと見せてくれ。うわでっかいの、やばいぐらい。これで手でいけるかもしれない。よし、腰いくで。あ、ちぎり、あ、すごい。いけた、いけた。え、やばやば、これはでか。これだって、え、これ1個？これ1個。これで1個？すげえ。ここにもおるじゃん。はい、あの芋です。で、これ楽しみですね。まだいっぱい出てきますよ。
けましたじゃじゃウォーターでっかゆっくり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 いやすげえうおー大量や見てくださいじゃじゃじゃーんだってさちょっとこれ芋芋じゃなくない何これ一個の芋がひっついてるってことじゃないのじゃないのいや一個の芋でそれが一つただね土が硬いから割れてんだよめちゃくちゃやばくない、はい、全部食べよう全部芋全部これ全部おお全部掘るのそうだ全部掘るおはいはいみんなまだ掘ってるけどちょここで焼いてるお芋が出来上がってるからちょっと覗いてみましょうオープンうわすごい見てくださいお芋が出来上がってるちょっとこれは食べたいけど食べちゃおうかなあーやばいめっちゃいい食べていいかなお芋今からお昼ご飯のカレーを食べたいと思いますスペシャルですよスペシャルですよカレーは職人さん以上ですよあ、これんいただきますうまうまいよ、うん、うまっちゃんもうまそうよはい、こんな感じで私のお芋掘り動画が終了しました。これを最後食べて帰りたいと思います。はい、ということで今日は以上になります。お芋をたくさん掘ってたくさんもうお家に持って帰ろうと思うので、また芋生活ずっと続けれるっていう感じですね。マジでこのお芋超好きって言ってお芋掘り行ってくださいとかよくコメントとかでいただいてたんですけど、念願のお芋掘りもできて自分で掘ってそれを自分で焼いて食べれるっていう最高のね時間を過ごせたので、いいリフレッシュになりました。まあ、お芋の良さとかはまあ違う動画とかでねもう山ほど伝えてると思うので、まあ、この持って帰ったお芋がなくなったらまた私もどっかのお芋を買って食べるんですけども、まあ、とりあえずお芋掘りできてよかったっていう感じのちょっと今日はゆるい動画になりました。
ということで、ま、来年もお芋掘り、いつか自分の畑作って自分の畑でお芋育てられたら育てられたらいいのになって思ってます。最後まで超ゆるゆるな動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあお芋掘りで有酸素みたいなことはしたものの、ちょっとそれ以上のお芋のカロリーとカレーのカロリーを摂取したということで、お家に帰ってジムに行きたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。